はい、こんにちは、ポチャリンです、プリンセスピーチ実況パート4をやっていきたいと思います。ちょっとね、とりあえずこれをクリアしていきます。はい、パティシエのステージクリアです。これでどうなるのか。もう1回のやつは全部クリアしたけん。お、青い光が放たれて扉が出てきた。うわ、めっちゃ邪悪そうな扉。これに入れってことかな。よし、入っていくか。同じマークが扉にも、なぜなぜ、確かになぜなぜ。なんか出てきてる。何こいつ。あの扉にも同じ糸が。これ下行けないのかな。あ、行けるようになってる。ここなんだ。おお、何ここが劇場の地下だよ。え、何これ。え、なんだこれ。めっちゃなんかもやが出てる。え、なんだこれ。なんだあれかな。クリアしてったらこれが解放されていくんかな。よし、とりあえずじゃあ扉入ってくるか。お、いや、お守りは大事だ返せんわ。よし、やっていこう。入っていこう。おお、すげえ。怪しい糸とつながってたこの扉のせいでお話が おかしくなっちゃったの。なんだろう、僕のきらめきがチクチクする。これってこの扉の嫌な感じに反応してる。もしかしてきらめきストーンで一時的に僕のきらめきを高めると開けられるかも。あ、そういう感じなんだ。ここできらめきストーン使うんだ。何個じゃないと開けれないよみたいな感じかな。ちゃんと俺全部集めたからさ。こいつ名前なんだったっけ頑張ってくれよ、星のやつ。ステラか。ステラ頑張れ。おお、開いた。よし、頑張るか。これがボス戦みたいな感じかな。めちゃくちゃローディング楽ってんな。お、始まった。おお、後ろになんか変なのおる。なんだこいつら、ぬいぐるみ。うわー、鳥なんだ。お前たち誰だ。どうやって闇の扉の中に。我々とグループ様が作り変えてる劇の邪魔をしに来たのなら、闇の幻影技闇ラージュでこの俺様が懲らしめてやる。闇ラージュ、ちょっとダサいなおお、なんだこれ。ミラーバード。あ、まあそのまんまだな。これはどうすんだ。はい、これどうす、え、これどうす、どうすんだこれ。ん、この、ああ、こいつはきらめきで飛ばせるんだ、上に。ああ、了解了解。だけどこいつをうまく当てろってことだ。え、なになに、え、反転した。ほらよ、反転きついだ。よいしょ、暗い。よっしゃ、暗い。これどうすんだ。ん、なんだ、あ、連打すんだ。うわ、めっちゃ綺麗。お、ハートゲッチュー。
これを3回やったら倒せるみたいな感じかな。なんだこれ、あ、石になってる。大きさちょっとちゃうね。はい、反転して、反転が一番見づらいんだよな。これどうすんだ、どうすんだってどうすんだって。あ、落とした。ちょっとうんこみたいな落とし方なんだよなはい、今のタイミング、はい、今のタイミング、よっしゃ、これできらめきパワーをこう上げて、よし、あと1回かな。次なんだ、うわすげえすげえすげえ、よしで判定するんか。いや分かってきたぞ。あ、今回乗れないよ。あ、乗れた。さっきより避けやすくなったね。うわーマジか、だからこういうの避けるの得意なんだよな。さあ来い、うんこ産んでくる、うんこ。あー、ちょっと、いや、やだ。よし、うわー、やらかした。これ長引くとめんどくせえな。あー、でもとどめはさ、さすがにこの画面で刺したいよね。まあ、そういうことにしとこうよはい、よくいや。で、これを避けると、やるかした、危ね。さあ、で、ここら辺に落っとってタイミングよくね。今だ、あ、やらかしたわ。今だ、くらい。よし、あとはこれを浄化するだけ。いけ、よし、撃破。いや、めっちゃ綺麗じゃんか。いや、ラグったわ今ラグる。やっぱ高解像度に変換しとるけんかな。あ、ちゃうか。よっしゃー、扉が消えて、お、元通りになった。いいね、ピーチのおかげでこのフロアが元通りに戻ったね。あ、元通りに。やったね。ありがとう。でも、キラリスタの姿が見えないまま、どこに行っちゃったんだろう。心配だな。確かにどこ行ったやろうね。ひょっとすると上のフロアに避難してるかも。行ってみようよ。OK。よし、行こう。いや、その前に、お、なんかいる。むむむ、どこかに。私はきらめき劇場のカメラマンで、な、役者の写真を専門に撮ってるんだが、これはっていう新しい役者を見つけたくてね。たまたま見た舞台で素晴らしい演技をしていた役者の写真を撮ったんだが、おや、ひょっとするとお嬢さんも役者なのかい。ピンときたぞ。よかったらお嬢さんの輝いてる写真を撮らせてもらえねえか。各舞台にあるきらめきストーンをすべて手に入れたら素敵な写真を撮ってあげるよ。あ、マジ？もちろん協力のお礼としてアルバムに入れて写真も差し上げよう。では素敵な演技期待してるよ。あ、じゃあちょっと撮ってもらおう。お願いします。アルバム、うわーすげえ、めっちゃいいじゃん。あ、めっちゃいいね、めっちゃええわ、かっこいいね。よし、でもさ、これアルバムがさ、見て3つあるってことはプラス3ステージあるんかな。え、ちょっと楽しみ。ちょっと待ってね、この着替えるでもしかして、うわ、よっしゃ、うわー、カウガールドレスが一番ダサいかもしれんこの忍者のやつがさ、いいよね。和と洋の合わさった感じがして。コレクションは、あ、こういうことか。
はいはいはい。よし、こいつはなんだ？お待ちしてました。剣士の劇のリハーサルはここですよ。ここではたくさん敵をやっつけてください。ただし1回でもダメージを受けたら終了です。達成レベルで素敵なご褒美もありますよ。それではよろしくお願いします。やってみ、あ、いや、ちょっと、先に進むか。ちょっと下にも行ってみたいよね。ちょっと変わっとるんかな。お、今までとは感じが違うような。変わった？なんか変わったかな。いや、変わってないね。まだ先の話なんかな。これ読めないもんな、なんて書いてるか。よし、後で来よう。さあ、上に行ってみるか。よし。お、ちょっと雰囲気違うね。あ、え、3階もあるんだ。ええー、マジか。1階から2階に来たらまたこんな感じだよ。一体何がどうしてこうなってるの？探偵キラリスタなら解決してくれるのに。あ、これ探偵したいんだよな。あ、探偵じゃなかった。これなんだ？あ、来たね。探偵やろっか。よし、名探偵の事件簿、狙われた壁画。壁画を探せばいいかな。わ、楽しみやな。よし。OK。さあやっていこう。なんだかみんな怯えているね。いつもならこの町の名探偵がズバッと解決し、あ、読めんかった。ここら辺になんかないかな。ないか。よいしょ。元気にして。最近なんだか事件が多いんだ。僕も襲われたらどうしよう。これはね、隠れられてないもんね。あ、こっち側行けるんだ。ちょっと待って。待って待って。いや、あ、やべ。どうしたどうした。持っているものをよこしな。あれ、あ、なんだ、文句あんのか。文句あるよ。はい、助けてあげるよ。あ、ルンルンしてる。ありがとう、君は勇敢だな。あ、これでキラミスキストーンくれるんか。ちょっと待ってな。こっち側行きたいわ。チケットをなくしてしまいましたぞ。ってことはここら辺にあるってこと？ん？あ、ここにあるじゃん。あったよ。お、ドレスリボンゲチュー。これ気になるんだよな。これ取れんの？このほら。あ、取れんか。よし、こっちが、こっちも行けるんかな、もしかして。あ、行けんのか。警察は何やってるんだ。僕だって。あ、こっちが僕だって。お、どうしたどうした。あ、探偵くん、古代の壁画見てみたいな。あ、これが盗まれるんかな。あ、探偵くん。本日博物館は臨時休業です。僕の推理によると予告状が届いてますよね。探偵の助手である僕にこの事件を任せてください。助手中の君だけではダメです。もうお帰りください。ああ、かわいそうな。大丈夫？はい。あ、これついていくんかな。僕一人では。はい。いや、諦めないぞ。もう一度作戦を考えよう。君も一緒に来てくれないか。いいよ。あ、いた。よし、コインゲッチュー。いや、かわいいなこいつ。探偵の格好もまたいいね。かわいい。お、これはなんか、どうした？今、探偵は留守にしてて。星、雷、雲、太陽。あ、これ順番なんだ。星、
雷、雲、太陽。よし、これで開くんじゃない？なんか。おお、すげえ。いいね。ここで俺探偵になれるんだ。お、ひらめきストーンゲチュース。さあ、探偵になりますか？おお、すげえ。わ、探偵っぽいね。さあ、変身だ。いいね、この忍者のドレス。めっちゃ綺麗じゃん。お、来た。なんか今まで一番動きなかったね。いや、なんかくっそ地味やったけど、いや、いろんな能力があらず。お、これで調べるんだ。これアピールね。はい、どっか。ちょっと探偵っぽい音楽流れとんの好きやな。あれ、女子くんはどこに。え、確かにどこ行ったやろ。あ、うわー、すごい。なんこれ。ふかふかのクッションだ。お見通しアタックしよう。お、これがお見通しアタックなんか。あ、わざと隠れとったん。いや、あれは見つけれるって。どうしたん。すごいです。探偵さんには叶いませんね。お見通しアタックは真実を見抜けちゃうんです。さあ、事件が待ってます。行きましょう。いや、あれはわかるって。この辺なんかないかな。あ、宝箱あるじゃん。これは宝箱を開けてみようよ。 OK。 お、え、ちゅう。お、なんだ、解決した事件の資料だ。勝手に読んだらダメだよね。いや、読もう。探偵だからね。え、嘘だろ、そんなことあるの。あ、 OKOK、 ダメなんだ。はい、ここが隠し扉になっていたなんて驚きだね。え、これダメなのかな。これダメなやつ。これいいんじゃない。え、ダメなんだ。え、厳しいね。え、これもダメなの、もしかして。ちょっと俺徹底的にやる派だから。マジか。 OK。 そんな、これはいいんじゃない、もしかして。はい、この町の探偵と女子くんの写真だね。はい、これはいいっしょ。え、逆に何がいいの。OKOK、 分かった。関係ないものはダメなんだ。あ、ここほら、アピールできるよ。さあ、行ってきます。隠し部屋だ。お、なんだこれ、光ってる、これ。はい、大きな木箱だ。中身は見えないね。はい、お見通しアタック。お、ゲッチュー。ちょっとね、調べるの怖くなってきた。すぐなんかブッブーってされるけんさ、悲しいよね。さあ、行きますか。いや、一応さ、もこっち側とかなんかないんかな。あ、なんか光ってる。これコインかな。よし、あげちょう。ちょっと探索をしておきたい。入っていいかな。探偵さんではないですか。どうぞ中へお入りください。 OK、 入らせてもらうよ。探偵さん来てくれたんですね。ちょうどよかった。隣の部屋で館長がお待ちですよ。ちょっと調べとこうか。ちょっと待って、これなんだ、これ何。
右の部屋で館長がお持ちです。 OK、うん、これは何だ、うん、古代文字が彫られた石板だ。最も古い文字が彫られてるんだって。おお、そういう感じか。この人なんだ、急に扉を閉められて帰れなくなっちゃったんだ。はいはいはい、何か事件かな。はい、きらめきストーンのレリーフだ。昔の偉い人も大切にしてたんだって。これなんかアタックできんかな。これアタックできる？あ、ダメなんだ。これどうした？私はスタッフなので詳しくは館長に聞いてください。 OK。 これ割れた石だ。少しずつ復元して読めるようにしてるんだね。これとか入れるくない？なんか忍者にしか読めない文字で書かれた掛け軸だって。これはなんだ？奥のフロアが棺、あ、奥のフロアのミイラの棺を見に来たんだ。早く扉を開けてくれないかな。ミイラが僕を呼んでるんだけどな。あ、なんかインテリ系やね。なんだ？異常ありません。怪しいやつを通しませんぞ。 OK。 さあ、どいつだ。お、探偵さん来てくれたんですね。実はこちらのキャスポタの壁画に予告状が貼られてたのです。予告状、キャスポタの壁画をいただきに誕生と書かれています。お願いです、どうか壁画を。あ、これ盗まれるんじゃない？あ、出た。お、すげえな、もう大怪盗じゃんか壁画が盗まれた。お願いです。犯人の行方を追ってください。オッケー。さあ行こうか、女子くん。窓を閉めたのに犯人はどうやって？ここら辺なんかあるんじゃない？何？壁画があった壁に何か書かれてるよ。キャスポタの壁画をいただいたとグレープ盗賊団だって。こいつは？暗くなったと思ったら一瞬で盗まれるとは。どっか隠れてるんじゃないかな。お、これなんだ。窓は鍵がかかってるね。暗くてよく見えませんでしたが、誰かが左の部屋に行く気配がありました。あ、じゃあこっちなんだ。こいつおったっけ。早く帰りたいよ、外に出たいよ。壁にかかってる石板が傾いてる。明るくなった時からこうなんだ。いや、ちょっと待って、先にこっちの右側で、きらめきストーンがないかを探して。はい。破けちゃってるけど、遺跡の図解ではないかと思われてるんだって。お見通しアタック。きらめきストーンいけるんじゃない？いや、これ厳しいよな、マジで。暗いのが怖くて、そこの警官さんにしがみついてしまったよ。暗くなっている間はここの扉から誰も出ていません。ただそこのスタッフにしがみつかれて動きませんでしたが。はいはい、みんな証言に不一致はないってことね。窓なんだ、これ話したか。あ、話してる。この子は急に停電したね。ミイラの方は大丈夫かな。申し訳ございません、もうしばらくお待ちください。やっぱここかな。はい、よし、お見通しアタックでいこう。これは間違いないよね。お、排気口、めっちゃ喜んでくれてるわあこれなんだろうね。お、ダクトだ。犯人はこう使ったのかも。壁画、これ入るか待って、
このハート欲しいな。あ、もうショーケースが割れてる。ここの展示物は変装の仮面、つければたちまちどんな姿にも大変身だって。ピンときました。犯人はこの仮面で変装してるんですね。ちょっと宝箱開けたいね。お、ゲージ。このハート取って、お、鍵落ちてんじゃん。スペードの鍵が落ちてるよ。何かに使えるかも。こっち側行けんのか、てか。なんか行けそうじゃないか。あ、行けんか。これなんかあるかな。そっか、変装の仮面2個あったんかな。この中に変装した犯人がいるはず。オッケー。あー、気になるものいっぱいあるね。俺が一番気になるのはね、これだよ、これ。ちょっと待って、この真実の口みたいなやつあ、真実の鼻え、じゃあちょっとお見通しアタックしてみる。ダメージ食らうんだろうけどさ。うわ、やっぱ食らうよね。お、ダイヤの鍵発見。よし、じゃあ全部ある、4つあるんだな多分。暗くなった時に誰かが僕のポップコーンを奪ってったんだ。 OK、 商品のカメラが1つ足りないんです。カメラとか、あ、はいはい。このポップコーンなん、あ、違うか。怪しいやつは見ていません。これさ、この人がカメラ奪ったから怪しいんじゃない？お、来た。一匹発見。服とカメラから推理したんですね。見破りお見事です。犯人はあと一人います。引き続きお願いします。よし、お、ゲチュー。この人は象が1体増えてる。さっきまで2体だったのに。そっか。え、こいつらなんだ。2大演劇作家の象。2人で仲良く1つのポップコーンを食べながら劇を見てたんだ。あー、はいはい、わかったわかった。サングラスをかけた象が本物の象だよ。はいはいはい。オッケーオッケー。これはなんだ。丸い盾を持った英雄の彫刻だ。剣を持たずに盾だけで戦ったんだって。なんかキャプテンアメリカだね。きらめきストーン1個足りないの気になるな。なんか俺取り忘れとるか。はい、異常はありません。これなんだ。木彫りの鳥だって昔の祭事に使われていたんだって。これはちゃうな。これなんだ。この部屋から変な音がするんだ。まさかお化け。いや、これきらめきそうだよね多分。はい、開けるぜ。はい、ゲチュー。暗くなる前はここにも警官がいたんだ。どこへ行ったんだろう。マジか。あれ、裏切り者みたいなやつ3人ぐらいおる。あれちゃうかな。はい、よっしゃ、ゲッチュー。これもやっとく。コイン、ゲッチュー。これはなんだ。昔の偉い人のお墓の模型だよ。三角形にパワーがあると考えられていたんだ。これもちゃう。これも開けとくか。よし、開けよう。あ、ダイエットスペードしかないんだ。お、いた。さっきのやつがこいつに服取られとったんか。こんな格好ですが私は警官です。
何者かに襲われて閉じ込められてしまいました。服も取られて他は覚えていません。よし、これは、あ、これも俺してないか。はい、さあ行ってきます。お、これは宝箱。はい、と宝箱で他は何もないと。OK、戻るか。さああと一人誰なんだこれ。多分この像なんだと思うんだけど、ちょっと待ってね。二人で仲良く一つのポップコーンを食べながら劇を見ていたんだってっていう内容から察するに、あー、どれなんだろう。ちょっと分かる、こいつが明らかに怪しいんだけど。やっぱこいつなんかな。ちょっと待って、サングラスをかけた像が本物の像だよ。やけこいつがお見通しアタックで外れなら、サングラスをかけた像のやつが、あの、あ、違う違う。ごめんごめん。ってことはこいつだろ。はい、こ真ん中のやつだろ。よし、え、なるほど、ポップコーンが推理のヒントに。お見や、あ、見破り、お見事です。これで全員捕まえましたね。館長のところに戻りましょう。 OK、 バイバイ。あの変装の顔めっちゃ惜しいな。お、ゲチョウ。なるほど。お、こっち行けるんだ。犯人を全員見つけたんですね。すごいです。これで事件を解決です。館長のところへ戻りましょう。こっちからは戻れんのかな。あ、戻れんのか。よし。ああ、こっちにつながるんやな。答えろ。壁画はどこだ。知らねえな。博物館の中に隠したなんて言えるかよ。何、まだ博物館の中だと。やべ、喋っちゃった。可愛いやつよな。いや、でもこれさ、なんかさ、この壁に隠れてんじゃない。これは探偵さん、いいところに。おかげさまで犯人は捕まりました。しかしまだ壁画の行方がわからないのです。探偵さん、見つけてください。 OK。 なんだ、奥の扉は犯人が捕まったため開放しております。ここは怪しくないんかな、やっぱ。いや、これさっきやったもんね。いくら聞いても犯人は口を割りません。ちょ、聞いてみるか。はい、あ、マジで話さんね。踏み台、踏み台、あ、この人が。はい、踏み台ください。え、奥のフロアへ行っていいのかい。やった、これで念願のミイラが見れるよ。はい、行ってらっしゃい。で、これで踏み台をよしもらって、はい、これ使って、ここを調べるとどうなるんだ。お、来た来た来た。はい、そういうことね。はい、壁画があった壁に何か書かれてるよ。お見通しアタック。やっぱそうだよね。なんと壁画は盗まれていなかったとは。あなたたちのおかげです。感謝してます。畜生、絶対に見つからないと思ったのに。やりましたね。この謎を解き明かすなんて、メンターテの誕生だ。これにて事件解決です。
よっしゃクリア。お、終わった。いいね、今回はさ全部集めれたよ。いい感じだ。よし、コンプリート。よし、とりあえず1個完了と。さあ、それでは今回の実況はここまでとさせていただきます。チャンネル登録、高評価、コメントよかったらしてください。Twitter とインスタもつながってくれたら嬉しいです。なら、じゃあね。